これさ、ここ今さ足に挟んでるんだけど、音聞こえなくなる？リップ塗りたい。ここ映りいいですか？ここか。ここか。タコタコ太郎さん、ありがとう。パジャマじゃないよ、服です。なんか今日メイク薄く見えない？やっぱりこっちにしようっと。今日のお洋服はデニムに、ちょっとあれなんか襟が、こんな感じのお洋服です。でも上にね、なんかジャケット、黒いジャケット着てだから外はこれでは歩いてない。アイラありがとう。肌のコンディション良くないよ、全然。こんなにニキビできてる。なんか私あんまりよくね、メイクとか落とさないで寝ちゃうんですけど、だけどあんまり肌荒れしないのね。なんだけどちょっとここ最近バタバタしてたりとか、あんま落ち着かなくて、そう、肌荒れがすごくて、初めて肌荒れで病院に行きました。で、今薬飲んでる。なんか疲れて帰ってきたりとかさすると、メイク落とさないで寝ちゃうんだよね。うん、ユーゴありがとう。
しいよね。帰宅直後、いやそんなに直後じゃないそう、外出てて帰ってて、そうご飯食べてきた。やっぱり靴の色が足りない、塗りたい靴が。ありがとう。なんか暑ない？ワンちゃんはね、今ねちょっと実家に預かってもらってて、そうそう、ちょっとの間だけ今預かってもらってます。エクステ、エクステね、なんかね意外とねめちゃ馴染んでて、エクステじゃないかと思ってたってよく言われる。帰宅してすぐお風呂入りたくない？うん、全然入りたくない、めんどくさいシーンで服ね買ったことない私。怖いんだけど、このエアコンの風で揺れてんの。こんばんは。大輔さん、星ありがとう。タバコ吸うのってタバコですか？どうする？肘が吸ってたら。先はね、うん、あ、今日でもご飯食べた時にちょっと飲みましたよ。おしゃれに飲みました今日は。チューンってシャンペン飲みました。タバコ吸ってそうだった本当。そう見える？バイトの面接があってそれは寝てください。お酒強い。お酒はね弱くないですよ。わかんない。
弱くはないと思います。まあお母さんとか親がね、遺伝的に弱いことはまずないだろうなって感じなので、表現しないです。よくお酒飲んでも顔に出ないんですよ私。そうだから酔ってるかどうかわからないってよく言われる。もう確かに顔に出さないのは得意かもしれない、うん、コタコ太郎さんありがとう。ちょっと体重疲れた。あ、メイクポーチがねえ、寒くなってった。なんなん、よいしょ、ちょっと疲れたから。小太郎さんありがとう。夕飯は今日はなんかイタリアン食べました。そうそう、アイラありがとう。エアコン、肌が乾燥するので、なみちゃんのベビちゃんはねまだ会えてないです。ちょっとなんか今の時期に都内から会いに行くのはまだちょっと怖いなって思って、まあ様子を見て会いに行きたいなって思ってます。右手は右手です。こんばんは、こんばんは。リップかわいい、ありがとう。体勢が今年はグリーン流行ってるね、流行るっていうね。緑好きなので、さやこさんありがとう。私なんか私あの星的に私九死なんだっけ、火星っていう星なんですけど、九死火星は今年の2022年度はラッキーカラーグリーンらしいので、すごいトレンドカラーとラッキーカラーが一緒ってことで、いっぱいグリーンを取り入れていきたいと思います。マカンヌさんありがとう。セコもありがとう。すごいお花1000個じゃない、10個も1000個やばい、ミスった。18の女の子で化粧しないのってやばいですか。やばくないんじゃない、逆に化粧始めるの遅ければ遅いほど肌きれいなんじゃない、逆に分かんないけど。
なんかここでさ、ちょっとなんか持ってくれる人いたらいいな。天気が。今東京だよ。てか大体東京だよ。いじ他のところにいる方が珍しいんだけど。どうもありがとう。こんばんは。どうもかわいい。ありがとう。ゆず楽しかったですよ。なんか最近すっごい目が乾燥するのか、コンタクトがねめっちゃシャバシャバするんだよね。だから帰ってきて一番最初にコンタクトを外すんですけど、何なんだろう。ちゃんとね、本当になんか最近改めて思うけど、ご飯もどっか行く旅行とかなんか全て一緒にいる人でやっぱね変わるよね。なんかどんだけさ美味しくてさ、美味しい例えば高級なお店に行きましたってなったとするじゃん、例えばね。だけどいくらねなんか高級なご飯でも一緒にいる人とかさ行く人ってさやっぱさ美味しさって変わるよなって。だからどれ例えばめちゃめちゃ安いご飯でも超美味しい、ただなんかただコンビニ飯でさえもね美味しいって思ったり楽しいって思うとかさ、旅行とかもカシちゃんといたらすごい楽しいさ、気使わないで気楽に一緒にいれるし、すごい大事だなって思いますよね。アマヘラもありがとう。いいことなのかわかんないけど、これ意外と全然あれだけど、そうどこに行くっていうよりも誰と行くかうまくまとめてくれました。もうたかたかたらさんありがとう。かわいいさくらんぼまかぬるさんもありがとう。やっぱさなんかね、なんて言うとしたか忘れた。こんばんは。今日意外と土曜日なんだよね。日付変わって日曜やけど、人多いよね。人多かった昨日とかも。なんでこんな人多いんだろうと思ったら金曜日だと思って、今日も多かったし。あんま曜日感覚がないからさ、なんか別に土日休みってわけでもないし、
人の多さで、なんでこんな人多いんだろう、あ、週末やみたいなことが多い。ちえこさん、ありがとう。今日笑いはなかったんだって。でも、あとちょっとしたもうずっと雨ですよね、東京の予報も。激なゆなんだけど。雨って本当に人を憂鬱にさせるよね。本当に嫌だ。京都をドライブしていてだっていいな。今ドライブ行きたい。四国は明日から雨でしたって。もう梅雨入りだよね、本当に。沖縄に逃げ込もうかな。今始まったら大体1ヶ月ぐらいやな。でもそこが終わったらもう完全に夏だよね。湿気本当に最悪、最悪最低。マジで雨ナイーブなるタイプの人間だから本当に。確かに今年も暑そうだね。なんか毎年暑い暑いって言ってるけど、夏好き、好きだよ、夏大好き。寒いの肘はあんま得意じゃないからね。夏が好きですね。夏の服が好きです。秋とか夏、秋、ま、全部好き。寒く、あんま寒くなかったら冬も好き。さん、ありがとう。やっぱ夏になるとテンション上がるよね。夏、逆に夏の思い出の方が多いかも。なんか周りの友達とかとも、なんか去年の夏とか、なんかすごい、なんか自分的に印象に残ってて。別に他も印象深いんだけど、毎ね、毎日毎日刺激的な日々を送らせていただいておりますが、だけど何か特に夏が。確かに冬日の誕生日だね。なんかあんまりさ、
昔は別になんか年を取るのが嫌だとかもするんじゃなくて、なんかあんまりね誕生日なんだろう、イベントごとはもちろん楽しいしけど、あんまりなんかそこまでの誕生日だっていう感じはあんまりないんだよね、おひじ特にそこまでね楽しみ感はあんまりないんだよね。でもお祝いしてもらえるのは嬉しいよね。今年はどんな人に誰にお祝いしていただけるのでしょうか。なんかやっぱ誕生日になるとさ LINE とかさいろんな人から連絡来るわけじゃん。今までずっと連絡取ってなかったりとかさ、久しぶりの人とかからもさお誕生日おめでとうみたいな来るじゃん。それはすごいなんか嬉しいなって思うけど、私 LINE 返信するの苦手、なんか苦手っていうか、なんかあんまりこう頻繁に連絡取る人ってやっぱ限られてるっていうか、あなんだろうまあ少なか何本当に数人いるわけじゃんか。だけど大体あんまりこう頻繁に返さないタイプだから、誕生日の時とかね結構戦いであるんだよね。でもさお祝いしていただいているからこそさ、なんかそんな貯めてさ何日後かにさありがとうございますなんて失礼なことできないじゃん。幸せな日ですね。幸せで大変な日ですね。早いね。でも1年ってもう半年過ぎたんだと思って、あっという間すぎるんだけど。かおなげさんありがとう。なんかお祝いする方、確かになんかそういうお祝い事とかイベントなんか準備してる側の方がウキウキするよね、楽しいっていうか。私のお誕生日プレゼントは1000億円、ありがとう豪邸だって。ならば全然なんか違うもので欲しいかな分配する1000億円くれたら、1000億円って存在する？1000億円は存在するか。1000億円かならば全然なんか1000億円をもっといろんなことに使いたいからそのままちょうだい奈美ちゃんが一番歌うぐらい早いの。どうだっけ覚えてないけど、意外とみんなね早めに送ってくれるよ。ちょっと誰が早いとか見てないけど、いや気が早くない？今年のプレゼント嬉しいけど、確かに誕生日近いとさ親近感湧くよね。わかる、なんか全てにおいてそうじゃない？なんか出身地とか誕生日とか年齢とか共通点がね一個でもあれば。金だったらいくら欲しい？だって。でもさ使えないお金ってなくない？お金ってさあればあるだけさ使おうと思ったら使えるわけじゃん。あればあるだけ使えちゃうからさ、まあ、それなりにある程度自分が満足できるぐらいだから、いくらって分かんないかな。何不自由なく暮
らせるぐらいあれば幸せだなって思う。なんか同じさ誕生月だっただけでさ、あれだよね、ちょっと親近感湧くような。でもそんなんさいっぱいいるのに、世の中に言うて。てか全然半年後やん誕生日とか。なんでこの話題になったんだっけ、なんでこの話になったんだっけ、誕生日。同じ誕生日、同じ誕生日、あー、8では確かにゆいゆいと一緒だったわ。あー寒いの嫌いだけど冬誕生日だよって話か、思い出した。そうだそうだ、サラダ食べたい。なんかさ最近ね無性にサラダが食べたくなるの、なんでと思う。これ体にはいいんだけどさ、野菜が欲しいってどういう状態の時に体が。でもさすがにこの時間はなし。最近さなんか肌荒れもそうだけどさ、なんかいろんな薬飲んでるのよ。あ、別にそんな体が悪いとかじゃなくて、なんかビタミン剤とかなんか漢方系とか飲んでるからさ、なんか自分で分かんなくなるんだよね何飲んだか。寝てもいいですか、ひじが綺麗、全然寝て、好きな時間に寝てもらって全然どうぞ。ひーもだって配信するとき超適当だし、気まぐれ配信だから全然強制してない。一時期毎日ね R1 は飲んでた。 R1 とトマトジュースとあの黒酢のさリンゴ酢かな、なんかちっちゃいさ赤と黄色のパックのやつ、わかる、よくなんかスーパーとか売っとるやつ、あれをまあ毎回10本ずつぐらい買って、3種類をねストックしといて飲んでってやってたけど、最近ちょっと買ってない、買ってない、そうストックしてない。まあ、体の、まあ、体にいいものだとさ内部に効いてるじゃないですか。だから実際問題ね、ちょっとなんか効果があるのかあったのかは分かんないけど、何かしらはあったでしょう。くみちゃんも気まぐれ、そして一瞬で配信終わる。そうなんだ。くみって何の配信してんの、ショールームもしてんの。まあ、たまにインスタライブやってんの、通知来るけど。
仲良くて定期的に会うし話もするけど、意外とそういう話しないから分かんない。なんか私人に興味ないのかなって思って、なんかこうそんなこと言ったら聞こえが悪いかもしれないけど、なんだろう、確かにもう超大事とか、ちょっとなんかどんどん墓穴を掘ってる気がする。なんかなんだろう、人の自分がどう見られてるだろうとか、人に見られてるとか、そういう人の目は気にするけど、人自体にあんまり興味ないのかなと思って。最近一個にさ、例えば人もそうなんだけど、人とか物とか趣味だったりとか、なんかそういうので一個これだって思ったらもう突っ走っちゃうんですよ私。本当にもうめちゃめちゃもうそれだけってなっちゃうんだけど、だからこうなんかいろこれもあれもあれもあれもみたいなのはねならないんですよね。でも私この間実家に帰った時に、まあお母さんとかねいろんな話するわけじゃないですか。でもなんかそこで本当に昔からあんたはこれって決めたものとかには執着がすごかったって言われてもうなんか人もって言ってた。もう男女とか別にそういうの限問わず、本当にちっちゃい頃からもうこの人とか決めたらもうその人にばっかり懐いていったりとかする人だったんだって、する人だったんだってってすごい一言だけど、する子だったんだって。でも確かになんかリンの記憶をたどったりとか昔の写真とか見たら、なんかお気に入りのお姉ちゃんがいたりとかさ、もうなんか学校の仲いい子とかもこの子ってなったらその子だけとか、確かにそうだなと思って、執着もうこれを大事にしたいとかこの人とか決めたら確かにもう突っ走っちゃうなって、まあ、良くも悪くもだけどね。だからそう食べ物とかもそうなの、ハマったりとかしたりこれが好きだってなったらそればっかり食べちゃうので、飽きたらやめる。本当に0-100なんだろうね。全然それこそさ一時期冷麺にめっちゃハマってた時があって、地元にいた時にその時とかほぼもう毎日冷麺食べてたもん。最近はねあんま食べてないだから飽きるまで食べる。だから曲も好きな曲も飽きるまで聞く。人に例えたらさちょっと残酷な話になるけどね、飽きたら捨てるみたいな感じになっちゃうから、ちょっとそれはなんか聞こえが悪すぎるから控えるけどらしい。でも確かにそうかも。なんかもういいかなって思ったらもうゼロって感じだから、ある意味自己中なんかな。なんかやっぱ私今22の年なんだけど、もう反抗期とかはあんまなかった。この話したっけ、あんまり反抗期はあった方ではなかったというか、ここをなんか思い当たる節はないんだけど、なんか親と話さないみたいな時期があったわけではないけど、やっぱ大人っていうかこう一人暮らしっていうかこう自立してから大人になっても自分のことをまあ、大体ねもう自分で生活できる、親に頼らずに自分でまあある程度の平均的な生活というか、まあ、普通に暮らせるぐらい暮らして、まあ、好きなこともやってとか自分で自分を管理するようになってからの方がなんか親と仲良くなったなって思いますね。あんまり私自分の話を親に共有しないタイプの子だったから、昔とか初めましてだから、例えばなんだろう、話すときは話すけど
自分の怒ったこととかさ、何で言った、例えばこういう人が好きでとか、あとこういうことにハマってて、こういうものを追いましたくて、こういう夢があってとか、なんかそういうことを別に共有してこなかったんだけど、大人になってからの方がめちゃめちゃ話すようになった。だから、ま、定期的にさ親とも電話するし、今日もねさっきちょっと用事あって聞きたいことがあってお母さん連絡したん、電話したんだけど、最近ねみたいな、なんか結構1回の電話で1時間とか、まあ、2時間はあんまいかんけど1時間半ぐらいは電話するね。来た代表のオーディションは、うん、地元のね、今の新しい会社になる前の昔の方の局でやった。なんか私学校のあるじゃん、職場見学みたいなやつあるよね、職場見学のやつで、そのテレビ局にね、地元のね局にね行ってたんですよ。で会社の中とかいろいろ見たりとかしたんだけど、そうそう職場体験で行ったんだけど、なんかそこの見た場所が待機場所だったりとか、なんかその時に面接、なんかオーディションの選ぶ審査員だった人がアナウンサーさんも何人かいたりとかして、後々合格して一緒にお仕事させてもらったりとか、なんか感慨深かったですね。昔は おじいちゃんとも電話すんだ。おじいちゃんしないね。おばあちゃんはお母さんと電話して、だいたいお母さんとかなんかみんなが電話してるときはスピーカーにしてるから、そこにたまにおばあちゃんいたりとかして一緒に話すけど、おじいちゃんはね、あの人携帯持ってるんだけど必要な時しか電源入れないの。やばくない？携帯電話の意味知ってるかなと思って。携帯電話ってさ、携帯だよ、持ち歩けてどこでも連絡できるってのがメリットなわけじゃんか。なのにあの自分が使う時だけ電源入れて連絡して電話切っちゃうから、あの一方的なんだよね、あの自分しか自分からの発信しかないから、意外とね電話持ってるって言っていいのか分かんないレベルの感じなんですよね、おじいちゃんだってなんだっけ、なんかあるじゃん、なんだっけ、何フォンって、ね、楽々フォンって言うんだっけ、なんかこう年齢層が高い方でも簡単にこう使えるスマホみたいなのがさ出たじゃん、結構昔だけど、肘が全然だってまだ学生とかそんぐらいの時だから、確か楽々フォンだよね、なんかそれが、まあ、出始めて、で多分おばあちゃんが一回それにしたのよ、そうで変えてずっと使ってて、でおじいちゃんも携帯持ってたから、なんかそれに変えたらいいじゃんみたいになって、でおじいちゃんは多分それに変えたんだよね、なんだけど使えなくて、そうで おばあちゃんは逆に楽々フォンを使って多分慣れたんだろうね、スマホの操作に、だからもう普通に今 iPhone 使ってますよ、多分普通に、あさすがに13にはまだ変えてないと思うけど、普通に iPhone 使ってる、レベルが上がりました、おばあちゃんはね、多分勉強できるタイプなのかな、だから楽々フォンがこう徐々にねレベルが上がってったタイプなんですけど、おじいちゃん多分楽々フォンにして、まあでもあんま携帯使ってるところ見たことないからあれだけど、ある時気づいたらねガラケーに戻ってました
スマホ使えなかったんだろうね。で難しいよね実際スマホって。君たちはさもう昔からさ学生の時から携帯あったし、まあ、ギリスマホじゃなかったけど全然なんかこうさガチャってずらしてさ画面は広いんだけどさ上にこうガシャってやったら下にダイヤルのやつが出てくるやつとかお母さんが使っててさなんかそれとかをさ借りてなんかやったりとかさしてて、ちょうどあの音楽聴くやつなんでウォークマンが出始めたぐらいの時で、なんか Wi-Fi がないと使えないさあ、なんとかタッチみたいな、なんたらタッチみたいなやつにちょうどなってって持ち始めてみたいな時だったからギリギリもうちっちゃい頃からスマホ持ってますよみたいな、あ iPod そうだ iPod タッチみたいなの使ってたし、全然なんかガラケーとかも馴染みがあるギリ馴染みがある世代だと思う。だからすごいなと思う。私のいとことかはねもうねもうデジタルな時代の子供だった子供だの世代だからさ全然携帯も持ってるし、まあ、実際私田舎だったからまあある程度中学生でまあもう中3ぐらいで携帯持ち始めて中2じゃまだ早くねみたいなぐらい だから、まあ、高校生になるタイミングで携帯買ってもらうみたいな感じだったからまあ私は活動を始めてたからさだから携帯みんなより早く持ってたけど、すごいなって思うよね。だって私それこそこの間お盆にお家帰った時にねあのいとこもたまたま関東にいるいとこも一緒のタイミングで帰っててでそしたらなんかオンライン授業みたいなのがあったっぽくて、てか普通になんかその今の時代、まあ、コロナの今の時期だからか分かんないんだけど普通にそのゴールデンウィーク中だったから、まあ、コロナとかがあるから普通に学校もオンラインでも選択できるみたいな感じだったの、まあ、普通に学校に行ってもいいしオンラインで受けますって事前に言ってたらその日はオンラインで授業ができるみたいな感じのシステムらしくて、だからその実家に戻ってくるタイミングでこの日はちょっと実家に戻るのでオンラインでみたいなことをもともと言っててで家でするみたいな感じだったんだけど、だから普通に家でオンラインのなんかなんだっけ多分教室にカメラが置いてあってでそのカメラで映して普通に自分の声も入れて勉強したりとか、 なんかすっごい画期的だなって思って、ギリギリねコロナが流行り始めた段階でもう私は学生じゃなかったんで社会人だったので、すごい画期的になりましたよね。そうそう、なんか声も入ってるっぽくて、オンラインってさ、まあ、確かにさ楽ではあるじゃん、家でできちゃうから何でもわざわざこう外に出なくても解決するからさ、確かに楽ではあるよね。
今なんかズームでよかったとか思うタイミング結構多いし、慣れてしまえば意外とオンラインの方が楽だったりする。今どれぐらい配信してるんだろう。1時間ぐらいしたかな。これさ、ショールームってなんかインスタグラムは配信しててなんかライブって書いてるボタンがあるんだけど、そこピッて押したら今何分配信してますよみたいなのがさ分かるんやけど、ショールームは分からんのかな。あんまり機械得意な方じゃないからちょっと分かんないんだよね。51分か。そろそろ終わろうかな。でも最近比較的配信してるよね。全然私にしては意外と配信してる方かも。ゲリラだけど。配信したら見に来てくれるの嬉しいですね。やっぱ。ありがとう。じゃあそろそろランキング読もうかな。13位はこれは何、アクローさんありがとうございます。12位は BPM1883 ありがとうございます。11位はスーさん、スーさんありがとうございます。10位はジンジンありがとうございます。9位はホアンさんありがとうございます。8位はジャーリングアットシンガポールミューディーさんありがとうございます。7位は焼きとうもろこしアット誕生日に配信してくれてありがとう、こちらこそありがとう。絶対違う人のやつだよねそれね。こちらこそありがとうとか言ったけど、香港のケーキあった、7レンジャーとナトリドンさんありがとうございます。5位はチャイコさんありがとうございます。4位はタコタコ太郎さんありがとうございます。8位は大輔ありがとうございます。2位はババヘラマンさんありがとうございます。1位はマカオヌルさんありがとうございます。ありがとうございました。またちょっとタイミング見て配信すると思うので、ぜひその時は見に来てください。あ、今日が誕生日ってことね、おめでとう。ハッピーバースデー。じゃあまた配信しますね。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。